ビル・エヴァンスとですね、ジェレミー・シュタイグというフルート奏者、有名なレコードなんですけども、異色といえば異色のような気がします。それをお届けします。お待ちください。はい、ビル・エヴァンスのピアノから始まりました。今日お届けするのはこちらになります。有名なレコードなんですけども、ビル・エヴァンスにとっては比較的後期というか1969年です。それでアルバムタイトルは What's New で、今お聴きしていただいているのも What's New という、有名な曲ですね。どちらかというとこのエヴァンスというよりはジェレミー・シュタイグの方、こちらが非常にフューチャーされている曲ですね。私大好きなレコードです。私が昔ですね、ジャズ喫茶よく行ってて、今はもうそのジャズ喫茶はないんですけど、このレコードがよくかかってたんですよ。それでもう耳にこびりついて、このフルート、これも非常に私の耳に残りました。で、それよりも何よりもですね、それは失礼ですけど、ジェレミー・シュタイグももちろんいいです。ジェレミー・シュタイグですね、他の曲もそうですけども、いつものエヴァンスと違って私は聞こえるんですね。非常に、攻撃的だったりとかですね、なんかいつものようなものをすごく静謐な、そういったなんか難しそうな、意識が高いよう なんかそういった面がこのレコードにはビルエヴァンスないんですね。非常にある意味好感が持てるジャケットじゃなくてレコードです。はい、本当におすすめで、このピアノ一つ取ってみてもですね、非常に弾んだ感じがしますし、他の曲もそうです。何かいつものエヴァンスじゃないなというのが、私が持ってるエヴァンスのレコードいくつかあるんですけど、その中でも、割と持ってる方だと思うんですけども、何かこれだけちょっと違った異色なレコードです。もうこの時はエヴァンスのベーシストはエディ・ゴメス、この中でもエディ・ゴメスやっぱりすごくいいです。それからドラマはマーティン・モレン、この時はピアノトリオはこの編成ですので、非常におすすめのレコードです。といったことで、今日はビル・エヴァンス with ジェレミー・シュタイグから What's New をお届けしました。ジャズ愛よバリレラのおいちゃんでした。